札幌文化芸術劇場ヒタルで開催された HTB 朝日ジルベスターコンサート。今回はジャズとクラシックが共演し、源田茂雄さんが指揮する札幌交響楽団の演奏に会場に集まったおよそ1400人が酔いしれました。また札幌出身のソプラノ歌手佐々木杏里さんが美しい歌声を披露し、会場は大いに盛り上がりました。